はい、参議院会館より NHK をぶっ壊す、本日2022年の9月の16日になります。ちょっと政治活動の変更のちょっと、お知らせなんですけれども、明日としあさって政治活動しますということで告知させていただいてたんですけれども、明日ですね、3時から候補予定者に対する、勉強会があるとのことで、また多分現職議員さんとかね、ほとんど来れないかなと、思いますので、ちょっと明日はちょっと中止にさせていただいて、明後日させていただく18日ですね、明後日の18日に、政治活動をさせていただこうと思います。ただですね、ちょっとなんか今台風が来ててかなり天候が不安定なので、するとしても多分新松戸駅になるかなと思います。はい、で、ちょっと本当ね、予定が見て申し訳ないですけども、19日にやるか、20日にやるか、もうそれもちょっと天候で決めようかなと思っておりますので、随時、告知させていただきますので、すいません、ご予定していただいたら本当申し訳ないんですけれども、明日は、中止で、18日ですね、多分新松戸駅になると思うんですけれども、で政治活動させていただこうと思います。成績にきちんと前日にはどこどこでやりますと、何時からどこどこでやりますっていうことで告知させていただきますので、ちょっと天候不安定な上、ちょっとほどご了承いただけたらなと思います。はい、以上です。参議院会館より NHK をぶっ壊す。